8月以降国交正常化での合意は3カ国目ですイスラエルは23日アフリカのアラブ国家スーダンと国交正常化で合意しましたアメリカが仲介したものでイスラエルとスーダンは共同声明で農産物の貿易などから関係の構築を図るとしています アメリカのトランプ大統領はイスラエルとの国交正常化に意欲を示す国がさらに少なくとも5カ国あると述べました。